サージョン・ロスは、スコットランドの海軍少将であり、北極体験家である。ロスは、スコットランドのストランダーに近いインチの牧師、アンドリュー・ロスの息子として生まれた。1786年、9歳の時に、実習生としてイギリス海軍に入った。1789年まで地中海艦隊で勤務し、その後海峡艦隊に移った。1808年には、 スウェーデン海軍に転籍している。1812年には中佐になった。6年後の1818 18年、イギリス海軍本部が組織した北極体験体式を任された。これは北西航路を発見する最初の試みだった。探検の目的は、カナダ北部に浮かぶ諸島を縫って北極海に入り、ベーリング海峡から太平洋に出るという、 新たなアジア向け航路を開拓することだった。また航海の途中では海流、潮、氷の状態及び磁力を定期的に測定し、生物、鉱物の標本を集めることも任務とされた。4月、ロス率いる探検隊はイザベラ号とアレクサンダー号に分譲し、ロンドンを出港。8月にはカナダのランカスター海峡に到着した。 ロスが参考にしていた17世紀のイギリス人探検家、ウィリアム・バーフィンが表した記録によると、その奥に未知の航路が続いているはずであった。しかしロスは、海峡の奥に巨大な山脈がそびえているとして探検を打ち切った。ロスは、実際には、新気楼であった。この山脈を、クロッカー・ヒルズと名付け、一等航海し、ウィリアム・エドワード・パリーやエドワード・サビーンなど、 部下の反対があったにもかかわらず帰還してしまった。この探検の功によりロスは大差に昇進するが、公開記録が1年後に出版されるやクロッカー、山脈の存在には疑問が持たれ、指揮者の多くは探検続行を唱えた部下たちの側に立った。他の面でも、この遠征での成果は乏しく、彼の評判をいくらか傷つけた。1829年、ロスは間違っていたことを認め、 友人の一人、フェリックス・ブースに、再度の遠征の費用を手配してくれるよう説得した。その年の5月、この時は、外輪船ビクトリー号で出発した。この遠征隊は、ランカスター海峡を過ぎて、未踏の領域に入ったが、そこで氷に閉じ込められた。このため期間までに実に4年間を要することとなったが、幸い地元のイヌイットの協力を取り付け、カナダ北部を、 陸路探検する機会を得ることができた。これらの探検により、ロスはブーシアー半島で自北極を発見した。1832年、ロスと乗組員は最終的に船を放棄し、かなり前に別の遠征隊が放棄していた南パ船まで移動した。1年後、開票期を待ってその船に搭載されていた終停で出発。 イギリス戦に巡り合いついに氷海から脱出することができた。この印象的な経験は、ロスの隊が集めた科学的また民族学的情報と、共に、ロスが長く求めていた名声をもたらした。しかし、ロスはその地図制作については、またしても議論に巻き込まれた。ロスの甥い、ジェームズ・クラーク・ロスが1830年に、ジェームズ・ロス海峡で3つの島を地図に収め、それらを、 ボーフォート諸島と命名した。ジョン・ロースはそれらの諸島を見たことはなかったが、八つないし九つの島を地図に入れ、それらをクラレンス諸島と名付けていた。いずれにせよこの冒険によりロースは極地探検家としての地位を確立し、イギリスとフランスの地理学者たちから金メダルを授与され、スウェーデンのボールスター社位など様々な外国の国を受け、 翌1834年には、イギリスのナイトとバス勲ン賞を受けた。1850年、ロスは70歳を過ぎた高齢ながら、北極海域への3度目の航海を試み、この時は1818 18年の探検を共にした部下、ジョン・フランクリンの遠征隊を捜索したが、ついに発見には至らなかった。翌年ロスは召喚に昇進。帰国すると、スコットランドに陰性していたが、 1856年にロンドンで死んだ。ロスの著作に以下のものがある。ロスは植物の学名で命名者を示す場合にジョンロスを示すのに使われる。ありがとうございます。